はい。はい、なんかレゲエと仏教っていうなんか面白い組み合わせでしたね。そうですね、はい、うん、また化学反応がなんかありそうな。そうですね、はい、ここからなんですけど、その因果の道理、はい、こちらもあった今の歌にあったように、岡本先生にこの因果の道理について聞いていきたいんですけど、うん、はいはい、因果の道理っていうのはどういうものなんですか？そうですね、まあ、この歌はね、その仏教の因果の道理っていう教えをこの、ね、川内マンという人がレゲエリズムで、はい、うん、あの歌にしたものなんですけれど、はい、まあ仏教のね、あの仏教という教えの、ね、やっぱこう、まあ、根っこというか、はい、幹に当たるのがこの因果の道理なんですね。幹に当たる本、うん、だ、木をね、はい、木を木に例えると、はい、根っこ幹だから、まあ、基礎みたいな、ね、うん、うん、で、あの、まあ、お釈迦様の説かれた教え、仏教は、はい、この因果の道理が、ね、こう基礎になって、それを元に説かれてるんですけれど、はい、あのどんな結果にも必ず原因があるんだよっていうね、うん、これはもう絶対変わらないこう、まあ、道理であり、はい、変わらぬ法則なんだと、はい、いうことですね、うん、原因なしに起きる結果は一つもありませんよと、うん、まいた種は生えるけど、はい、あの種は生えないんだよとね、うん、だからね、原因と結果を正しく見ていきなさいっていうのがね、この因果の道理なんですね。なるほどですね、うん、あれですよね、善因善果とか悪因悪果、うん、良い種まきをすれば良い結果が返ってくるっていうことですもんね、うん、まあ、そうですけど、まずね、はい、原因と結果っていうのをね、ちゃんと見ていくっていうのがすごく大事ですね。原因と結果、そう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 、はい、私たちはほら、やっぱりこう特にこう苦しい時とかね、はい、辛い時とか嫌なこととかが身の上に起きた時には、はい、なかなかそこと向き合えないじゃないですか。うん、うん、で、なぜね、それが起きたのかっていうこともなかなかね、はい、こうちゃんとこう見れないですよね。見れない、そうですね、うん、はい、ね、うん、まず身の上に起きたね、あの出来事をこうそのままね、はい、こう見ていくと、うんうん、その上でなぜそれが起きたのかっていう原因を正しく見ていくと、はい、うん、で、原因が分かればね、あとはそれをこう解決していくだけでしょ。そうですね、うん、はい、だからこの原因と結果っていうことをね、うん、ちゃんと見ていきなさいっていうのがまず仏教のこう根っこであり幹なんですね。うん、ただここを本当に目を隠してしまうというか、うん、見ないでやり過ごしてしまうと、うん、まあ、だんだんその結果も大きく変わってきたり、そうそうそう、大きくなってきたりしたりするんですか？うん、そうですね、だから、あの例えばね、仕事だったらば、はい、今月のなんていうか営業のお仕事だったら、はい、営業成績自分の悪いなと、はい、だけど、あ、ね、この今月はちょっと落ちてるな、それをなかなかね、正しく見れないんですよ。うんうん、たまたまだとかね、はい、うん、ね、あのね、取引先がこうだったからとか、うん、なんか自分以外の何かのせいにしたくなりますよね。なりますね、はい、だけどまず今月はいろんな原因があったにしよう、はい、今月はね、いつもよりも良くなかったなと、うん、じゃあ自分のどういう種まき不足だったんだろうかっていうことを振り返ると、はい、あ、確かに、ね、こういうところがこうちょっと良くなかったかなとか、はい、こういうところを改善していこうかなと、はい、なっていけば、ここ次はやっぱりこのそれに応じた結果になっていくでしょ。はい、うん、うん、まあね、まずね、結果ね、特に良くない時ってなかなかね、人間って向き合えないんですよね。うん、本当に人の責任っていうか、せいにしたり、そうそうそう、そうですよね。もちろんね、相手に問題あることあるんですけど、はい、自分にもね、やっぱりこう種っていうか因があるので、はい、そこをやっぱこうね、見ていくって結構難しいっていうか大変ですよね、うんうん、その正しく見るっていうのは、うん、自分が習ったの正見っていうことにもつながっていくんですか？うん、そうですね、うん、あの仏教にこう正見、物事を正しく見るっていうね、はい、言葉があるんですけれど、うん、それはやっぱりこの原因と結果をね、はい、正しく見ていきなさいっていうことなんですよ。うん、それは自分の主観を入れずにっていうことなんですか？まあ、主観を入れずにっていうことですけどね、ただこう主観っていうと難しいですから、はい、うん、まあ、もっとこう分かりやすく言うと、はい、こう自分のね、こうあってほしいっていう都合とか、うん、はい、俺は悪くないっていうね、うん、そういう、こう思いとか、はい、あるいはこの先入観といって、はい、こうなんだと、最初からこうなんだと、最初からこいつが悪いんだとかね、うん、最初からね、会社が悪いんだとか、はい、最初からこいつはこういうやつなんだと、うん、まあ、そういう最初の思い込みをね、はい、まずはこう外して、はい、うん、そしてそれをそのまま見ていくってことですね。なるほどですね、うん、自分もそうですね、人の本当責任とか自分の、うん、まあ、せいって思いたくなくて、うん、本当に人にこうなすりつけたりするのはやっぱり良くないっていうことですもんね。自分で悪いところをまず発見してっていうことなんですね。良、うん、まあ、くないというかね、それが、はい、あの
見方が歪んでしまいますから。はい、うん、だからまずちゃんと見ないとね、はい、うん、間違って見ちゃうと、あのね、この病院治療で言うならばこう診察を間違ってしまうということがありますから。なるほどです ね、はい、正しく解決治療ができないでしょ、うん、はい、まずそのまま正しく見ると、はい、うん、なるほどです、ありがとうございます。うん、それであの岡本先生のここからの志とか聞いていきたいんですが、はいはい、岡本先生がその、まあ、仏教以外でもいいんですが、その志とかっていうのはどういったものがあるんですか。そうですね、まあ、私自身、はい、失礼しました。まあ仏教というかね、やっぱこう仏教という素晴らしい教えを私もあの出会えてね、はい、学んだので、それを通してあのやっぱりこう多くの人たちのやっぱこう課題ね、はい、あの解決のお手伝いをしていきたいと、はい、まあ、これが私のなんていうかこうミッションだと思ってるんですね、はい、うん、なのであの、まあ、仏教だけじゃなくてね、さまざまなあの、まあ、世の中 の、 あの、まあ、それこそカウンセリングとかね、はい、あるいはもっといろいろなこう、ね、こう学びがあると思うので、はい、やっぱり私自身さまざまなことを勉強して、はい、まだ世の中でこの頑張っていらっしゃる方から教えていただいて、うん、はい、まあ、より多くの方のね、さまざまな課題解決にね、はい、貢献していきたいなっていうのが、まあ、大きなミッションですね、使命、志ですね。うん、その上でやっぱ仏教っていうのを私は中心にして、はい、それをねしていきたいと思ってますね。うん、岡本先生は今後もその本とかっていうところでもアプローチはしていくんですよね。そうですね、まあ、あの出版依頼があれば、はい、あの今も一冊進めてますけれど、はい、あの出版依頼があればその、ね、本をあの通してとか、うん、講演の依頼があれば講演活動を通してとか、はい、まあ、こういったラジオのね、ご縁があればこのラジオを通してとか、はい、本当に媒体が違うだけで、うん、伝えたいことは一つですね。なるほどですね。うん、岡本先生がそういう仏教とかそういう仕事のバイタリティってなってるのは、やっぱ人をこう人に感謝されたりするからこう頑張れるとかっていうのはあるんですか。まあ、それはもちろんそうですね。過去自分のこう伝えたいメッセージを受け取ってもらえた、はい、その喜びの反響とかですね、はい、まあ、あの自分でも思っていた以上にね、深く受け止めていただけたということが、まだ自分の喜びであり、はい、このやる気の源泉ですし、はい、うん、また同時に、ね、自分のこう学んできたことが、ね、これ間違いなかったんだっていうね、そういうこの確証や自信になっていくということだと思いますね。なるほどですね。自分もあれなんですよね、富山の方で岡本先生の家にこう泊めていただいて、本当に助かってるというか、そうなんですよね、本当に行くたびに泊めていただいて、そこに対する感謝というか、本当にいつも、まあ、泊めるのは仏教と直接関係ないですけど、はい、あれでもなんかこう泊めるのもいい伏せっていう、そういうまあ教えもありますけどね、はい、うん、まあまあ、あのそこに来ていただけば、ね、はい、非常にいつも助かってるんですよね、はい、うん、今後こうなっていきたいっていう岡本先生の理想像というか、そういったものもございますか。理想像というのはないですよね、うん、基本的にだから自分のねやっぱりこう関わる縁、はい、うん、そういうのを大切にしていく中でどうなっていくかっていうのはもう分からないし、はい、うん、うん、やっぱりこう自分としてはどんな些細なねご縁であってもあのそこからしかやっぱりこう伝えられない人たちがいますから、はい、だからそういうところをこう大切に、うん、あのやっていきたいなと思います。どうしても物理的な時間とか、はい、体力とかね、うん、そういう制限があるので、はい、そこは本当になかなか受けきれないものもあるんですけれどね、うん、まあ、そういうことをこう自分にしかできないところをこう一生懸命ずっとやり続けていきたいなと思いますね。なるほどですね。うん、岡本先生、まあ、これ個人的な質問なんですけど、はい、その数学的なものとかあとパソコンとかも堪能じゃないですか、そういったものの領域にはもう行かれはしないんですか。数学も一応研究、はい、研究とか、そうですね、はい、あのまあ、個人的には嫌いじゃないので、うん、あのもう体がね、はい、動かなくなって、うん、寝たきりになったら数学の勉強をするかもしれませんけれど、はい、まあ、あの別にそれは私がやらなくてもね、うん、私はそっちの方の才能は別に特に一人あるわけじゃないので、はい、あのもっとこうすごいこう、ね、研究者の人はいろんな人たくさんいますから、いやいやいや、自分からしたら岡本先生はめちゃくちゃすごいですけどね。いやいやいや、そんなね、あの、はい、ですから本当にもうね、数学の研究やってる人としてはそんな、はい、あの半端じゃありませんし。そうなんですか、うん、それはもうちょっと人間離れしてる人たちがやってますからね。そういう人たちに任せてね、はい、そういう人たちの研究成果の後追いでもできたら面白いですけどね、まあ、こういうふうになってるんだと、うん、証明をしたり、うん、その後こう、ね、はい、書いたものとか、まあ、それを理解するだけでも大変ですからね。うん、で今はそれはまあやらなくてもいいかなと思ってますけどね。あ、そうなんですね、うん、
なんかあれですよね、パソコンの方もやっぱりそれ数学の応用とかでパソコンの方も詳しいっていうことなんですか？いや、それは関係ないんですよ。パソコンの数学ではもちろん基礎的なところでは数学で作られてますけれど、はい、あのほとんどこの領域としては別にこのものと考えた方がいいですよね。あ、そうなんですか、うん、はい、うん、この間マシン語とかそういったところもなんか言われてたので、はい、ああ、まあそれはね、はい、まあ基礎知識として知ってるだけで、はい、その数学でそのマシン語云々っていう、うん、まあ、あのそんな専門では全然ないですから。あ、そうなんですね、まあ、ちょっとこうね、そういうのを知ってるっていうことで会話してただけですよね、はい、うん、なるほどですね、はい、そういうところだからね、やっぱこう本当の専門家の方々に任せて、はい、うん、自分がやっぱりこう自分の本当にこうやりたいこととかできることに頑張っていきたい方がいいと思ってますね。はい、はい、あ、ここでなんかエンディングのテーマ曲流れてきたんですけど、岡本先生のその志、うん、集約して一言で言うならばどういった言語になるんですか？そうですね、はい、私の志ね、この人っていうならば、やっぱりこのまあなんでしょうね、まあ、縁っていうんですかね、縁、人とのつながり。そうですね、やっぱりこうね、こうカチッと決まったもんじゃなくて、はい、やっぱりその時その時のご縁によってそのあり方は変わっていくと思うんですね。あり方、はい、形はね、うんうん、だからあの、まあ、何か一つの形にこだわるんじゃなくて、はい、自分の思いがいろんな縁に触れてさまざまな形になっていくっていう風に考えてます、はい、うん、なるほどですね、まあ、ここのラジオに今回出演してくださったのも、うん、これも縁というか自分と岡本先生の、はい、それでこうなっていただいたっていうのは本当に嬉しいことですし、はい、うん、なんか不思議だなってちょっと思ったりしますね。はい、はい、うん、ここで、はい、終わりになるんですが、こちらの方に岡本先生、あと藤井陽平のこちらの番組へご質問などある方は、ストーリーアットマーク FM.t-net、 ストーリーアットマーク FM.t-net、 こちらまでその質問だったり感想をいただけたらと思います。あ、すみません、 FM-t.net、 ストーリーアットマーク FM-t.net でした。はい、すみません、こちらの方までご感想だったり意見よろしくお願いいたします。はい、それでは本日は岡本和志先生に来ていただきました。はい、はい、本日はありがとうございます。いいえ、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。どうも、やはり緊張しました。ありがとうございました。ありがとうございました。28分、はい、やっぱり岡本先生はあれですね、頭脳明晰。死ぬことです。全然。はい。